皆さんこんにちは、松かなチャンネルの松本かな子です。今日も一日一曲見に来てくださりありがとうございます。見てください、今日はこちら那須町にあります伊藤園さんの前で歌わせていただきたいと思います。こちらではね、釣り堀もできちゃうんです。なぜ私が今日こちらで歌うかと言いますと、じゃ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 ん、こちら気になってる方もいると思うんですけれども、この動画を見たら謎が解ける、こちらのね3番目に載っている春もぐらさんが実はですね、こちらのオーナーさんで毎日毎日美味しいお料理を作っています。本当にボリュームもたくさんあって、今日はね私は味噌ラーメンいただいたんですけれども、とっても美味しかったです。こちらでは釣り堀もなんと1000円で1日楽しめちゃうと言ってね。そうで、この可愛い看板がね、杉山さんって言ってね、あの看板屋さん、杉山さんもいろいろね繋がってるなってね、すごくご縁を感じます。今日は、こちら伊藤園さんの前でチャレンジする一曲はジャガ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 じゃん。そう、春もぐらさんもね中島みゆきさん大好きで、いろいろ一曲教えていただいてるんですけれども、みゆきさんの歌、1978年の8月21日にリリースされました思い出川の B 面、鳳仙花にチャレンジしてみたいと思いますね。鳳仙花って綺麗なお花があるんですけれど、もうちょうどね9月がね咲き頃ということでね、はい、こちらの曲はですね、松山千春さんを育て1977年、37歳で急死した、テレビディレクターの武田さんへの追悼曲ということでね、思い出川とともにこちらの鳳仙花も思いがあるということで、すごく素敵な曲です。聴いてください、どうぞ。悲しいですね、人はこんなに一人で残されても生きてます。悲しいですね、お酒に酔って名前呼び違えては叱られて、後ろ姿のあの人に幸せになれなんて祈れない、いつかさすらい耐えかねて私を訪ねてきてよ、私の心砕けて砕けて赤くなれ、宝船が空まで上がれ、あの人にしがみつけ、宝船が私の心砕けて砕けて赤くなれ、宝船が空まで上がれ、あの人にしがみつけ、あの人にしがみつけ、あの人にしがみつけ。ありがとうございました。松かなチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。歌ってたらものすごい太陽が出てきた。はい、12月3日ぜひ春もぐらさんも出ます。いろんなアーティストが出ますので、ぜひぜひ、今チケット絶賛発売中なので、こちら伊藤園さんでもチケット販売していますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは明日も松かなチャンネルでお待ちしています。また明日、またね。